国道2号、国道2号、国道2号は、大阪府大阪市北区から、福岡県北九州市も軸へ至る、一般国道である。本州と九州との間は、関門トンネルによってつながり、兵庫県から山口県にかけての大半の区間で、山陽自動車道と並走している。山陽道、近世山陽道、西国街道を前進とする路線であり、 山陽道をほぼ踏襲している。しかし起点は大阪で、また岡山県岡山市から広島県福山市までは戦前に行われた大規模な経路変更のため鴨型往来を前進とし、岡山県総社市や茨城市、八陰町などを経由するかつての山陽道からは大きく外れている。路線の前進は古代から存在した山陽道である。 この山陽道は、京都を起点とし、大阪を経由せず、神戸に直接向かい、山陽地方を東西に抜け、九州へ至っていた。1876年、明治9年にはにより一等国道となる。1885年、明治18年2月24日には、内務省国時代6号、により国道3号、東京より神戸港に達しする路線、国道4号、 東京より長期校に達しする路線に指定されたが、いずれも大阪を通らない経路が取られ、現在の大阪府大阪市兵庫県西宮市に相当する区間は26校、大阪府と広島賃大統高連する路線として指定された。1920年、大正9年4月1日庭に,に基づく、が施行され、国道2校、東京市より、 鹿児島県庁所在地に達しする路線、港として指定され、現在の国道1号、国道2号、国道3号に相当する路線が誕生し、ここで初めて大阪経由となる。1926年、大正15年6月9日には重要性を増した、倉敷を通過するよう改めるため、岡山県、岡山市広島県沼熊群津の豪村、現、 福山室の郷長官における山陽道を踏襲する本国道を県道にし、鴨型往来を踏襲する県道を本国道とする経路変更が決まる。これにより変更後の経路となる高橋川にかかる霞橋の架け替えでは、総工費48万9千円のうち4分の3は国からの補助となった。百二十八年昭和三年七月に霞橋、現、 霞橋速道橋の掛け替え完了。1929年、昭和4年から新経路に移行。これにより、現在の岡山市中心部より、倉敷市中心部浅口市浅口郡里町町、笠岡市福山市中心部を経て、福山室の里町へ至る経路が本国道となり、現在の岡山市中心部より、総社市、木び倉敷市ま町。 小田郡赤毛町茨市福山市神奈部町を経て、福山室の里町へる経路は、県道となる。しかし、新経路は国道に昇格しても直ちに整備された、わけではなかった。鴨型往来は細く曲がりくねった悪路で、自動車通行量が増えた戦後、笠岡市内では、日本一狭い国道と言われていた。そのため、東西の主要交通路は依然として県道に、降格した。 山陽道が1960年代初頭までになっていた。それもあってか戦前の地図には変更後の経路が国道として記載されていないものが多い。変更後の経路が地図にはっきり示されるようになるのは戦後になってからである。大阪から神戸にかけての区間は従来第二阪神国道である国道43号に対し第一阪神国道略称は 一国と呼ばれてきたが、近年は、この国道二号のことを二国と呼ぶことも多く、地元での故障はやや混乱してきている。またこの区間は、大正時代に、阪神国道電機、後に、阪神電気鉄道に九州合併の資金によって建設されたで、1975年、昭和50年に廃止されるまで路面電車である、阪神国道線が、平洋軌道で通っていた。 兵庫県の姫路市や加古川市の一部区間では多大な交通量の対策として国道としては極めて稀な一方通行規制を行っている他にも兵庫県内では交通量の都合上多くの区間でバイパスが建設されている岡山県では岡山市東区から浅口市、笠岡市の一部区間でバイパスが建設されているバイパス共用後 当時の言動は、県、市に順次移管されたが、岡山市中心部には2016年、平成28年3月31日間、別線として指定区間が残っていた。尾道バイパス異性の広島、山口両県では、急カーブが連続する区間の路面に、直進矢印を最短約1メートル間隔で連続表記する対向車線はみ出しと、 逆走防止のための視線誘導表示が各所にいられる国道3号でも同様。広島県内の広島岩国道路は国道2号のバイパスとして建設された一般有料道路だが事実上山陽自動車道と一体化している。山口県内では小郡道路の小郡 IC で国道9号と重複し下関市の院内交差点から 再び国道2号の単独区間となる。国道9号は関門海峡に沿って下関駅のある中心街へ向かうが、国道2号は内陸部を通り関門トンネルへと続く。なお、関門トンネル手前で中心街へ向かう山口県道57号、下関港線と分岐している。なお、国道2号を補完する目的で整備され、後に無料開放された。 有料道路として、岡山ブルーライン、イコール岡山県道397号相互、本庄岡山線、金明寺道路、イコール山口県道15号岩国区画線、調布道路がある。国道2号のバイパスとして整備されている道路のみ、記す本州の山口県から、九州の福岡県を結ぶ区間は、関門海峡が横たわり、自動車専用道路の関門トンネルと自転車、 歩行者用の人道トンネルの二つのトンネルがある。海底トンネルで県境をまたぐ一般国道は国道2号と国道409号、東京湾、アクアラインの2路線だけであるが、歩行者が通行できるのは国道2号だけである。海底トンネルである関門トンネルが1958年、昭和33年に開通しているため、関門海峡の海上区間には国道の航路はない。 自動車専用道路区間には、サービスエリアパーキングエリアが、複数存在する。本州と九州を結ぶ海底トンネルである、関門国道トンネル、山口県下関市、福岡県北九州市には、車道とは別に、世界的にも珍しい海底の人道トンネルがあり、地上との間はエレベーターで昇降する。この人道トンネルやエレベーターは、国道2号の歩道施設の一部となっている。 最も橋の数が多い国道は国道2号であることが知られており、その数は2メートル以上の橋が1279箇所ある。沿線には長らく道の駅が1箇所も存在していなかったが、2011年にバイパス区間に沿線発の道の駅が開業された。下記の区間は事前通行規制区間で、無料によって通行止めとなる場合がある。 バイパスのうち兵庫県の第二新名道路、加古川バイパス、姫路バイパス、広島県の松永道路、尾道バイパスを除く。それぞれの接続路線については、各記事を参照。近畿地方整備局管内、中国地方整備局管内、九州地方整備局管内。日本のミュージシャンが、自身の出身地の道路を歌った曲として、国道2号が登場する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。